秋の盾を見据えて実力馬たちが集う東の前哨戦であります。スタートを切りました。10頭まずまずのスタートかと思います。注目の先行争いでありますが、先手を取ってノースブリッジ、1番レッドベルオーブ、5番レイパパレ、この辺りちょっと離れているポタジェ、外を通って7番キングストンボーイ、そしてその後ろからサリオス、その外に4番ダノンザキッド、それからハッピーアワー、そしてそのうちに8番キングオブコージ、その後ろでやりましょうか9番ジャスティンカフェ。もう一度整理しておきましょう。ノースブリッジがレースを引っ張るようになりました。これを追って1番レッドベルオーブ、その後ろ3馬身くらいあって5番レイパパレ、ちょっと離されましてポタジェ、キングストンボーイ、サリオスはこの辺り左手に名物大ケーキを見ながらじっと駆け抜けていきます。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭行く黒い帽子はノースブリッジ、依然先頭ノースブリッジ、ちょっと差がある。1番内ノースブリッジが頑張っている。レイパパレが3番手レイパパレ懸命に追う。先頭ノースブリッジ、しかし差はそれほどでもない。外からはレッドベルオーブ、2番手にレッドベルオーブ、ノースブリッジが抜け出した。外をついてレイパパレが来ている。サリオス懸命に追う。外からレイパパレ1着ボタジェ、ワイン長官勝ったのは6番ボタジェだ。1着6番、2着5番、3着3番以上のように確定しました。